のゲストはこの方。武田小屋です。お願いします。小山誠です。よろしくお願いします。お二人とも長崎の生活には慣れましたか？食べ物や行かれた場所などあれば教えてください。慣れました。もうだいぶ家族も来たので、よく行くのはトラスタの横の公園。慣れました。お寿司とか買いました。どうですか？長崎のご飯美味しいですか？美味しいです、うんうん、これだね。ビビくんぞ、そう、子供写真撮った。喜んでた。ビビくんのね、もうポスターみたいなのに載ってても、もう大喜び。ビビくんパンパンパン。おー、すごい。ビビくん、それすごいね。よかったね。そんなお二人と今日する対決内容を教えてください。じゃ今日二人とする対決は、じゃん、ババ抜きです。バイバイ。不正がないよ。めっちゃ久しぶりする。俺も。すごいよな。全然知らない。高校とか大学ぐらい。消化がありませんように。あ、見えた。これリビングのミスだよ、これは。同じなんだよ。広げたいの？あ、ごめんごめん。広げたいの？あ、結構減ったんじゃない？ちなみに誰？なるほど、挑戦しよう。ああ、なるほど。見ないでよ。ジーグが引くってこと？あ、じゃんけん。最初はグー。なんかあんのやり方。最初は V。 あ、ごめん。最初は V、じゃんけんポン。 V です。最初は V、じゃんけんポン。 V、V。ビビくん、そこ V だよ。そこ V だよ。待ってね、待ってね。そんな、落ち着いてる。あ、ないね。うん、ね。じゃあ、俺が引く。あ、ごめん。興奮してた。固まってるなぁ。いや、これもなんで。ビビくん、それでやってんじゃないめで。確かに、ビビくん、目に映ったら、バレちゃう。いやー、なるほど。で、覗かないでよ。なんだね。うわ、ずーるいね、こうやってめくって。ミミ君、それはずるいよ。ナイスナイスナイス。誰がババ持ってたの？これなんか一応あったぞ。よし。お、減ってますね。エフ大丈夫？引いたな、引いたな。一瞬そう感じ、引いたね。いいが、やばしい。なになに、隠してんの？ねえ、隠してんの、隠してんの。エフ持ってんの、バレちゃうよ、それ。誰がババ持ってるの？え、何してんの？ちょっと隠したいの。あ、ごめんごめん。確かにね。誘ってるね。駆け引きしてます。駆け引き。あ、ここにあって、ここでしょ。ありがとうございます。誰がジョーカー持ってる？ある？ない。ない。まだね。減らないね。また後ろ向くんだ。全然まだ持ち札割りは。よし、ビー君。駆け引きを。ちょっと大事よ。いや、あえて引くっていうのもあるよ。なんでなんで、こういう風に渡すって。あ、今、ビビ君が持ってるんですか？ビビ君が持ってると思ってる。あ、見えてた。減らなくなった。俺の大事なカード。減らなくなった。ビビ君が持ってるカード、こうやってみれば。うん、
シー君減りました。お、減りました。お、もうビー君。あー、そっかそっかそっか、引いたか、これこれ引いたな。シャッフルしてるもんな。5あった？ビー君さん1回1回5あったの？あ、あったんだ。減った。ビー君減りました。またうわ、お、え、勝った。あと1枚、これあと1枚なんで。あ、待てよ、これ俺が一番不利か今。そうだよ。あ、わー、楽しいな。ビュー君、1枚だよ、俺。ビュー君、はい、引いて引いて。ビュー君。ビュー君も、もう負けやん。第1位です。お、福田選手が1位でした。いい、これ、まあ、まあ、そうだよね。で、これで、どっちか2択で、俺か、ビュー君が、ビュー君、負けたら全然面白くないよ、これ。ちゃんと選んで。シビくん天才か。よかったよかった。シビくん2番でした。よかったね、ビビくん。ビリです。いつもありがとうございます。まだまだシーズンは続くので、これからもみんなで頑張ります。いつもありがとうございます。これからたくさん勝って、一緒に喜びを分かち合えるように頑張ります。